皆さんこんばんこばはすみません諸事情で大変に遅れてしまいましてまだまだセッティングがままならずバタ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 しておりますけれどもカメラのセットをまずしておりますが遅くなりましたもうすでに10時15分になってしまいましたしかもカメラが斜めってるけどまあいいだろうはい遅くなりまして。 えーと、ああまだ斜めってるよねどうしたらいいんだろう少しは治ったかなはい、えっ、ー、と遅くなりましたが今からライブ配信を始めていきたいと思いますえー、ちょっとお待ちくださいねなんとか見えてますでしょうかあ、すでにもう6人の方にお集まりいただきましてありがとうございます本当は10時から始める予定だったんですけれども実は今お友達と あのバーーベキューを庭でしてます庭というかあの私はアパートなんですけれどもアパートの共有の,あの場所がありましてアメリカの家って大体あのアパートもあるんですけれどもなんかプールとジムとあのバーベキューセットみたいなのが共有のスペースであってでそこであの、まあ、少ない人数ですけれどもお友達とバーベキューを夜の5時からやってましたのでもう5時間 <laughs>。 ぐらいやっててでたまあ食べてステーキ食べてえっとお話ししてって感じであの全然時間をあんまり見てなくてライブ配信のこと頭にあったんですけどもあの話に夢中になっちゃって気づいたら「あやばもう過ぎてる」でしかも実はの母親から。<laughs> あどうなってるのみたいな感じで LINE が来てそれで「ハあ!」って気づいた感じだったんですけれども今急いであの友達とさよならをししてて戻ってきました、はい、あのちょうどまあそ,のプロその場所も10時までしか使えないので、まあ、ちょうど解散だったんですけれどもそんな感じで。 タバタでも髪もぐしゃぐしゃだしいつあの化粧も直す時間ないしあのバーベキューだからその匂いがつくので煙でだから T シャツでと思ってどうでもなんか T シャツ着て着替えようと思ったんですけれども着替える時間もなく着てしまいましたはい皆さんいかがお過ごしでしょうか今日は10月17日ということでダラス時間で今は夜10時16分を回りました。 はいえっと、日本は今日曜日曜のお昼になってますね、はい、今週はですね私実はすっごい忙しかった1週間でした。というのも撮影が結構いっぱいあの撮影させていただきましてこれまあ先週と話してることを一部かぶっちゃうんですけれども、あのー、ある。う まあど,どこまで予告しようかなそれ事前に決めとくよって話なんですけれどもまあ言っちゃいましょうあるコーヒーショップなんですけれどもコーヒーメーカーなんですけれども単純にそのショップのコーヒー屋さんっていうのをお伝えするのではなくってあのコーヒーのトレーナー施設みたいなうん感じ、まあ、うまく言えないけどまあそうそうバリスタとかになりたい人が通うような場所 のことをちょっと特集したビデオを作りましたのであ作りましたじゃなくて撮影しましたので、まあ、今後アップしていく予定ですそれから、まあ、これも先週言った通り日本食のレストランも一人一つコラボレーションで撮影しましたまだまだ撮影済みで、えっと、やっていない案件がたくさんありますもう一ヶ月前から言っているあの歯医者さんの案件もずっと編集してるんです 難しくくくてててなななかなかうまくいってなくて、まあ、今週もなんか1本しかアップしてないんですけれどもあのたまりにたまってるんですけどたまってるもんが全部結構難しくってそう簡単に編集が進まないんですよねもどかしい。というわけで、まあ、ちょあの少しずつですけれども時間を見ながら土日も返上して、まあ、やってますので楽しみにしていてください。今日もずっと午前中からず編集明日も頑張って編集したい。でもの ネットフリックスの「エミリーパリに行く」ってやつを見た人いますかあ,のあれまだ見てなくてでもすごくみんないいって言ってるから早く見たいんですよね編集しなきゃいけないのと見たいのとっていう感じでいますけれども見たた人いいら教えてくださいそしてえっと今日はあの皆さんが行きたい場所はどこですかっていうお話をしていきたいと思います。 事前にアンケート募集をさせていただいて、えっと、ツイッター、Twitter、とインスタグラムを使って、皆さんにアンケートを募集させていただきました。で、たくさん回答いただいたんです。いただいたんですけれども、まあちょっと困ったことにですね、あの、<laughs> まあもう言ってしまうと、ほとんどの半分ぐらいの、半分、ちょっと数えてないですけど、半分近くの回答が <laughs>、 「日本」っていう回答でまあやっぱり日本人の方が多く見ていらっしゃるので、まあ、ほとんど日本人だと思うんですけれどもそんな感じで皆さん「日本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 」っていう回答ばっかりであのまあどこでもいいって言った手前それは全然いいんですけれどもなんかたくさん来た回答いただいた割にはあんまりバリエーションがないっていう <laughs> 感じにはなってしまったんですが。 そうですね、やっぱり日本人の方はあのー、ずっと今年はね2020年は一時帰国がかなわなかった人がもう大勢いらっしゃると思いますので日本に帰りたいですよね。でもそうかくいう私だってね帰れてないので、あのー、帰りたいなとは本当に思いますけれどもでもね言うほど簡単にはねいけないですよね。こっち側のその ね、そのコロナの検査もしなきゃいけない飛行機もねキャンセルになってしまったりとかありますし向こう側の手配もね大変だし、うん、一筋縄ではいかないのが2020年。はい、というわけで、まあ、日本はまた後で話としてそれ以外の回答をお話ししていくとですね沖縄、えー、とアフリカ えーとボリビアのウユニエンコ、カナダ、えー、とウルフギャングってあとは、えー、とこれは日本人の方ではないと思うんですけれども「両国国技館 in 墨田区東京トゥーウォッチ相撲」ということでお相撲を見に。見に 両国国技館に行きたいということで私に東京ですけど両国国技館一度も行ったことないです駅は通ったことありますけれども、はい、あとはカナダ中国えー、とリゾート地うんパリえー、と島 <laughs> とか。 あとは、えっ、ー、とまああと日本が多すぎてその日本以外を探していくのがちょっと大変なんですけれどもまあまあ結構あの多くの方に回答頂い,いて「ジャパンジャパン」あ「ハワイハワイ」は多いですねうん日本かハワイうんえっ、ー、とこっちは。 マダガスカルとかそんな感じで皆さんが行きたいところをいただきましたやっぱりみんなその自分が住んでるところから離れた場所っていう感じですかね当たり前ですよねそれは現実逃避したいですもんねはいで各言う私はですねえっ、ー、とまあどこに行きたいかっていうのでもちろん その日本とあと夫の実家である台湾っていうのは、まあ、行きたいには行きたいのでまあまあまあ固定って感じなんですけれどもそれ以外でお話をしていくとですねあのダラスからダラスっていかそのテキサスから来る,来る飛行機で2時間半ぐらいなんですけれどもメキシコのカンクンっていう場所をご存知でしょうか。あの新婚旅行行ととかで行かででれる方が大変多いところなので 聞いたことある方も多いかなと思うんですけれども、まあ、メキシコなので一番メキシコ側にあるテキサスはアメリカの中で比較的近いですよね。でそのリゾート地カンクンっていうところがすごく行ってみたいなと思っていてまあすごい写真を見る限り綺麗なビーチでまああの,その新婚旅行にも人気ですからすごく海と砂浜と,と綺麗なサンセットが見れたりとかあと。 オールインクルージブっていうんですけれども、うん、と一つお,お金を払えばそこのホテル内の施設のものが食べ放題その何を食べたり何を朝ごはん昼ごはん夜ごはん食べてもその都度ペイお金を払うのではなくってもう全部含まれているっていうホテル施設とかが、まああ,りまありましてカンくには。結構そういうのを使って行かれる方多いと思うんですけれどもそういうのにね行きたい。 ですねリゾート地、まあ、ハワイももちろん行きたいんですけどやっぱりハワイって、まあ、それなりに時間もかかるし海越えないといけないしでもやっぱりテキサスの魅力っていうのはメキシコにすごく近いのでちょっとこう下に行けば2時間半ぐらいででに行けるんですね、まあ、そのカンクンだけじゃなくってその周辺というかそのメ,キシコの,あのメキシコ湾一帯結構リゾート地が多いので行きたいところですね それが私の行きたいとこ、さっきもあったけどウユニ塩湖南米に行ったこともないので、ね、このせっかくアメリカ大陸にもいるから南米にも行ってみたいですよねあの島とかイースター島とか <laughs> まあちょっと遠いけどあとはうーんあとはですねまあ戻ったとアジアに行くとしたら。 うんと私タイがすすごい好きなんです、まあ、ちょっとあの台湾とかとまあちょっと近い雰囲気そのナイトマーケットとかもあるからそういうのが好きなって感じなんですけれどもやっぱり安いし何やってもマッサージとかの値段とかもちょっともうすごい結構いい質なのにすごい安いからやっぱりタイはいいですよねおいしいしご飯も。とかまあタイはもう2回行ったんですね。もう何回か行きたいのと まあちょっとここからだと反対側ですけどヨーロッパもいいですよね皆さんお気に入りのヨーロッパの国とかありますか私はまあ大してヨーロッパは行ってなくって何回ぐらいだろう34回ぐらいなんですけれどもえっとすごく、まあまある意味マイナーな国と言えるかもしれないんですがマルタ島って知ってますかあのイタリアのちょっと下にある島国で。 あの島なんですけどマルチーズってあの犬がいますけどマルチーズはマルタ島原産なんで、ま、マルチーズって名前なんですけどあマルタ島がすすっっごい良かったんですよ大学生の時に行ったんですけどもう何千年前だからもうか発展されてるともだいぶ違ってるとは思うんですがすっごいマルタ島が良かったので。 もういろんな人にマルタとおすすめしてます。あの共,共有語じゃな公用語も英語なので、比較的ね、あの、通じやすいかなと思いますし、簡単に言うと、なんか魔女の宅急便みたいな、そういう世界が広がっているんですよね。で、今イタリアの下なので、パスタとかそういうのも美味しいし、全然食には困らなかったし、あの歴史もすごいた、あの。 深いといとうかああのあるのるで古代遺跡とかもあるから全然観光としても飽きないしうんすごいね良かったのでおすすすめですあとはですねなんか「皆さんの行きたい国はどこですかが?」が私の行きたいあのお,すすおすすめの国の話に変わってきてしまっているんですけれども。 あの私はあと高校生の時にこれ自己紹介動画でもちょっと話したんですけれども高校生の時にスイスのジュネーブっていうところにホーム捨てをしてたことがあって、まあ、1か月ぐらいの短いものですけれどももうスイスも本当に綺麗な場所もうガイドブックのままですけれども海はないんですけれどももう山のアルプス山脈がすごいもうあのなんだっけアルプスの少女ハイジの世界がそのままっていう感じ,だし感じで。 で特にジュネーブはまあ国際都市と言われていて国連とかもあるしオリンピックの本部もねあるしなんかすごく良かったただあの物価がめちゃくちゃ高いのであの本当に何て言うんですかちゃんとお金を貯めていかないと楽しめないかもしれないんですけれどもうーんスイスもすごくいい国でした治安も結構いいと思ったし、うん、私はジュネーブしか行ってなくって。 まあ、あと観光でベルンとかマッターホルの方とかまで行ったんですけれどもあのぜひ他の都市もね公用語が変わってくるのであジュネーブはフランス語と英語なんですけれども他のねエリアはドイツ語とかあのロマンシュ語とかまた言語も違ってくるのもなかなか面白いですしあのすごくいいところですのでおすすめまあちょっと今はいけないですけどはい。あとは んとこれは全然私もまだ行けてないんですけれどもやっぱりね中国ってすごいなって思うんです中国3,000年の歴史って言いますけどもうさすがだなって思わせてくれたのが、えっと、少し前に2年前かな、えっと、有名皆さんも聞いたことチンダオビール青島ビールって書くチンダオっていうとこがありますけど、まあ、まずそこに行ってそこからバスに乗ってずっとこう。 北上してった感じでななんだっけなもうちょっと都市の名前いっぱいありすぎて全部覚えてないんですけれども最終的には「チンダオ」から「ジーナン」っていう「ジーナン」の字っていうのどういうあの山水に斎藤さんの「斎みたいな字にえっと「ジーナ南か」かっていうところのまでこうずっと1週間ぐらいかけてあの行ったんですけれどもなんか。 中国の都市ってね知られてるのは北京とか上海とか広州とかそういう大きい場所ばっかりなんかねあと万里の頂上とかまあ有名なのいっぱいあるんですけれども本当に小さい都市にも中国3,000年の歴史がすごいたくさんあってなんかあの「スター・ウォーズ」のロケ地になりそうな,なんか火星にいるんじゃないかみたいなそういう場所とかあのちょっとした商店街みたいなところが。 なんかとんでもなく何千年の歴史があったりとか,なんか映画のセクトなのかなって思わせるような場所とか結構あって私が行ったのはちょ中国のこのスペースだけでねそんだけ思ったからあんだけでかい中国は本当相当すごいんだろうなっていうふうに思ったその時初めてその中国のすごさに気づいて。 しまったので、あのあんだけ広いから、あのもっとこう奥地とかに行けばね、全然また違う中国があると思うので、ぜひ行ってみたいなというふうに思います。あ、高平さん、こんばんは。ラサンゼルスから、いつもありがとうございます。今日は残念ながら高平さんのライブ配信がまだ聞けていません。さっきまでお友達とバーベキューしてたので <laughs> 見れませんでしたが、はい、いかがでしょうか。 はい、なんでで中国は本当におすすめですめ私はあの台湾に住んでたので中国語が台湾に住んでる分の中国語はまあまあなんとなくはできるんですけれどもやっぱりなんかち基本的には中国大陸と台湾の言語ってまあなんというかイギリス英語とアメリカ英語ぐらいの差なのでコミュニケーションは取れるもんなんですね。なんですけどやっぱり中国大陸の、まあ、都市 ににいいいる分にはいいんですけどちょっとこう都市じゃない田舎の方に行っ,た行ってあの会話すると全く何言ってるか聞き取れなくって「あのいくらですか?」って聞いてその値段言われますよね数字そのそれぐらいも聞き取れなかったんですよえって思って「何て言ったの今」みたいな感じでだから本当に中国ねいろんな言語があるって言いますしまあ なんて言うんですか、鉛とか方言もいろいろあるって聞いてはいましたけれどもその複雑な話で分かんないなら私もいくらですか?」の答えが聞けなかったのはちょっと衝撃的でうちの私だけじゃなくて夫も聞き取れなかったので本当にネイティブにとっても結構聞きにくいんだと思うんですけれどもあいくみさんも「こんばんはいつもありがとうございます」はい。 こんな感じで、あ、こんばんは、こんばんは、こん、あ、ペイジージ、あー、お友達のあのワイフ、<laughs> ありがとうございます、thank you は <laughs>、はい、わあ、はい、って感じで、あのシアトル、シアトルからですね、ありがとうございます。 ですね、そんな感じで、まあ、中国は本当に奥深いと思うのでなんか日本に住んでる分にやっぱりテレビ番組とかで、あのー、見てるとやっぱり上海とか北京ばっかりこう何て言うんですかフューチャーされてるからなんかそれ以外の年もやってほしいですね。って感じでそうなんですよね。 ありがとうございます。Thank you. はい、あ,のあと行きたい国皆さんどこですかうんそうさっきもちょっと発表したんですけれどもざっくり言うとたくさんいただいた意見の半分以上がはあ日本日本がほとんどでちょっとがハワイあとリゾート地とかこん感じでした。 あなんか続々と「英語聞き取れるようになっても南部の言葉が聞き取れない感じですね」そうなんですよ。あのテキサス人の名前いだにあのまだ慣れないし何か何言ってるかよく分からない時いっぱいあるんです今日も今日もすっごいテキサンな男の人に会いましてあなんか続々とちょっと待ってくださいねコメント1個ずつ読みますね。今日もあの私ディープエララムっていうダラスの ちょっとしたこうなんうか都市の都市というか <laughs> 地区に行ったんですけれどもそこって路上駐車ができるようになっていて、えっと、メーターみたいなのこう路,路上にこう立っているんですねでそのメーターの横には車がジュエル駐車で止められるようになっていてでそれは夜の6時からだとお金を払わなきゃいけなくて6時までだったらそのメーターがあるところは無料で止められるんですよ。でもなんかおじさんが明らかに もう60代ぐらいの,あのおじさん敵さんのこういかにもな敵さんって感じのオーラが出ている人がそのメーターをこうずっと見ててああきっとわからないんだろうなと思っていたら案の定横を通った時に「エキスズミ」って言われちゃって。 でまあ、夫もいたんで一緒に対応したんですけれども「このメーターは何台僕はいくら今払えばいいんだい?」みたいなことを聞かれて「いやこれは 6, 6時までは無料だから何も払わなくて大丈夫ですよ」みたいな説明を夫がしたら「うわ!」 おへようンダフォー、ワみたいなすごいいきなりオーバーリアクションし始めてで、まあ、一通り説明したので「さよなら」って感じで去ったんですけどなんか後ろからまた大声で,で「センキュ k y みたいな超オーバーリアクションのおっちゃんに会いましてあもうこれもう,かもうすっごいこういうの適んだなっていう感じでびっくりしましたもうその時はもう笑いが笑いが止まらないっていうかうわーすごいびっくりって感じで。 あのザ・テキサスおじさんっていう感じの人に今日会いました、はい、なのであのなんかなんだろうなりもあるしなんかリアクションもちょっと違うかなっていう感じがしますでも、ねまあ、大してそのシアトルなまりとかそういないと思うんですけどやっぱり言ってたのは来,た来てすぐの時はなんかたまに何言ってるか よく分からないって言って言てまあ今はもう慣れて分かるみたいですし、まあ、推測できますからねネイティブスピーカーですからなんですけどもなんか来た当初はなんか結構言い方がたまに違うみたいな感じで言ってて、まあ、私のまだ英語のレベルだとどこが、まあ、鉛なのかもちょっといまいちよく分かんないのもいっぱいあるんですけれども。 ありますよね。な皆さんあの英語がペラペラな状態で来てる人もやっぱりテキサスのりはきあの分からないっていう人もたまにいらっしゃる聞きますそういう話もね。でも逆になんかカリフォルニアガールっていう言い方 <laughs> なんかに多分こ個人的な見解なので、まあ、語弊があったら申し訳ないんですけれどもなんか多分日本人のコギャルみたいな感じが多分カリフォルニアガールみたいな感じでなんか。 なんだろううまく言葉で言えないけどなんか喋り方がキャピキャピしてる感じ、ね、ですごい速くてルルルルみたいなそういう喋り方してるとなんかちょっとカリフォルニアガールっていう超あのステレオタイプ入ってるかもしれないけど私はそんな風に思っています。ニューヨークの人もすっごい早いですよね喋るのが多分もうそれはお仕事がもうなんですか一分一秒争う仕事をしていらっしゃる。 あの地域の人たちなので多分そういういみんなしてそういうスピードになってると思うんですけれどもあのオフィス私たちが借りてるオフィスのマネージャーの方にも一人ニューヨークから来たっていう女の人がいるんですけれどももうまあ仕事もねすごいス,スムーズにできるんでしょう。<laughs> みたいな話し方だからこれじゃ伝わらないだろうな絶対あのなんかあこういうのこういうなんかスピーディーさがニューヨークにはきっと求められるんだろうななんて思ってテキサスはすごい穏やかだからその点は良かったななんて思ってますけれどもどうなんでしょうはい。ましたけどオンンライン英会話で えっと、ネイティブキャンプっていうのでレッスンしてて大体フィリピン人ばっかり受けてるんですけど前にちょっとフィリピン人のしゃべる英語の音声をあの夫に見せたら「あこんな言い方にあのここアメリカじゃしないねこれフィリピン英語だ」とかって言っててなんだっけなもう忘れちゃったんですけど肝心なもの忘れちゃったけどなんか結構あって。 自然に聞いてるからねどれが英語であのどれがアメリカ英語でどれがフィリピン英語かなんかよく分かってないんですけれどもなんかそういうのもたまにあるんだなぁなんて思って面白いですよねはいなんか続々とコメントが来てるので「はいカリブ海行ってみたい行きたい!」カリブ海はですね実は去年1回行かせていただきましたけども本当によかったです。えっと、カリブ海クルーズって言ってて言 大体アメリカだとフロリダオーランドからクルーズ船がたくさん出てるんですよね。でいろんなあの船とかツアーがあるのであの本当に全部違うんですけれども私たちは何個10日間で7個ぐらいの島にいたかなえっとアルバキュラソーあもう出てこない <laughs>。 <laughs> 二つ目でギブアップ <laughs> もうね聞いたことのな,ない名前ばっかりだったからあのー、なんですけどもあのキュラソーはまあ聞いたことキュラソーオレンジみたいなキュラソー、あのー、リキュールみたいな感じで聞いたことがあるんですけどそれ以外はなんか本当に聞いたことの名前ない島ばっかりでしてアルバ・キュラソーですよね。でグ,グレナダ・ ドミニカあのそれも付いてからしたし、ドミニカ共和国って聞いたことありますよね？そのそこに行くんだと思ったら違ったんですよ。ドミニカ共和国とドミニカ島っていうのはすごい近いんですけど、別物であのまあ、まあ、全く違うものもの島なんですねで。私たちがついたのは共和国ではなくってリパブリックではなくってドミニカアイランドの普通の島の方でした。あとは。うーん、何ったっ。 これはねえー、っと「セントトーマス」聞いたことないでしょうで最後にこれはえー、っと「グランドターク」とかまあまあいっぱいあるんですよあのキューバとかあのハイチとかのあの辺りには小さい島がね。でそこの、まあ、みんなカ部ブカクルーズで回って行くんですけど海は穏やかで全然荒れてないし、まあ綺麗だし。 まあその島の人たちもそのクルーズ船が来ることの観光収入で成り立ってる国々ばかりなので多分今ね絶対大変ですよねお客さん来ないから、うん、かといってね今クルーズ船乗るのはもう命取りですからね、うん、難しいところですよねどうやって生きてるのかあ,あの私のクルーズ船の中ですごく一個面白い話を今していいですかあの これは、えっと、どこの島だったかなグランドタークだったかなの最後の島で結構クルーズ船ってご、まあ、年配の方ばかり乗っていらっしゃるので特に語り深いそうなんですけれどもあの多分みんなご年配の方だと歩くのも大変だから船の外行かないんですよね。みんんなその停泊、止まままっってる時も船に乗ったままの人がほとんどで、 でも私たちはまあ元気ですから、あの貯まるたびに外に飛び出して、そのその島をできる限りその時間性精一杯使って遊んでたんですけれども。なんかその島です。ごい小さい島なんですけれども、海沿いでなんかあの？何だっけ？貝のサラダ売ってたんですよ。ホタテだったかなあ。違う違うホタテじゃない？普通の貝のサラダみたいのを売ってて。 で1個美味しそうと思って頼んだんだでですよでちゃんと貝はその海にあのネ,ネット上でつなげてて「あのはい注文が入りました」って言ったら海まで行ってそのネットから貝を1個取ってきてで結構その塀があるからねしっかりこう登ったりして「はい取ってきたよ」みたいな感じで,でその場のそこの台で作ってくれるからもう新鮮極まりない。 あの貝のサラダだったんですねで本当に美味しくってレモンがすごい効いててこう、あのー、うわなんだこれもう今まで食べた貝のサラダで一番美味しいと思って1個じゃ足りないって言ってもう1個頼もうって言って夫と2人でもう1個注文したんですよ。で「もう1個お願いします」って言ったら「いいよ!」みたいな感じでまたその壁を乗り越えて海の方まで走りに行って貝を取りに行ったと思ったら。 なんかいきなりみんな「やばいやばい」みたいなすごい3人ぐらいのところの人がな,んかなってて騒ぎになってて、まあ、何言ってるか聞き,聞き分かんないですけれどもどうしたんだろうって思ってよく見てたらどうやらその貝を入れていたネットがネットごと全部海の方に流れてっちゃったみたいでさっき私が注文した時にちゃんと止め,なか止めが甘かったみたいで。 ネットごとを全部海の方流れてっちゃって本当ごめんって感じなんですけれどもでその3人の男の人たちがみんなこう背中だけ私たちは見えるんですけど「はあ」みたいな感じになっててそれがすごくその,その彼らの3人の背中がとても印象的で。 でまあ、彼らもごめんって言ってもう貝がなくなっちゃったから貝のサラダは作れないって言われてもうい,やい大丈夫大丈夫とは言ったんですけどもうあの印象的な彼らの3人の背中が忘れられず時間ちなみにその背中だけ写真を撮らせていただいたんですけど未だに大事に持ってますがそんなのがすごくカリブ海の私の思い出です <laughs>、はい。あとは エジプト行きたいです。ということで、エジプト行ったことないです。私、アフリカ大陸。まず、い、全然行ったことなくって。エジプトはね、興味深いですね。やっぱり歴史とか、ね、すごい文明がありますし。ピラミッドとかスフィンクスとか。ラクダにも乗ってみたいし、やりたいことがたくさんありますね。なんか、あの。友達が。前、まあ、行ってて。 なんかすごく楽しそうでお土産ももらったりしたんですけれども、あとあの祖母も行ってましたけれども、なんか何ですか？何文字って言うんですか？エジプトの象形文字かな？のなんか T シャツ私の名前の T シャツとかもらったりして <laughs> いますけれども、ねえ文明があるってすごいですよね。行ってみたいです私もアフリカ大陸なまあまずどこでもいいけど行ってみたいですね。うん、あの。 中東エリアも気になります。あのそのア,ラビア,アラビアのアラジンの世界 <laughs> とかもいいですけどドバイはあの乗り換えだけ行ったんですよでもあの空港だけバーって全部見ましたけど、まあ、それだけですよね。あとなんか飛行機の中からブ,ブルジュハリファでしたっけ名前合ってるが「あ,のあっ!」と思って飛行機の上空から見えたんですけどもうそれぐらい。 ですかね。でも本当に空港だけでもめっちゃきらびやかでもうキンキラキンキラって感じででみんなまあかんないですけどみんな金持ちそうな感じのほらが出ててそんなのがドバイ中東でした行ってみたいねまあ行きたい本当に行けないけど行きたいありがとうございますそしてあこれを見て日本語を練習していますおあ thank you! <laughs> とということで今あのこのエリザベス・ペイジさんは、えっと、私の夫の親友の、えっと、奥さんになりまして <laughs>、えっと、夫がシアトルに住んでた時のまあ何て言うんですか幼なじみというんですか家,の家が結構近かったんですよね。で2人兄弟なんですその夫の親友は。でこちちらはお兄ちゃんの方で 弟の方も弟の方には会ったことあってこちらの次子お兄さんの方には電話はしたことあるんですけど会ったことはないんですねで弟さんはえっと日本に住んでたとのということでその時に会ってしかも日本での結婚式にも来てくれてスピーチもしてくれた子なんですでめちゃめちゃイケメンですすごくすごくイケメン <laughs> あのハーフなんですけれどもね。 今は、えっ、ー、と、前はノースカロライナだったかな、とか、なんか違うところに住んでたんですけど、今は。えっ、ー、と、ひこなだ引っ越しをされて、えっ、ー、と、シアトルに住んでいらっしゃいますということで。今、日本語を勉強中なんですね。私は英語を勉強しています。<laughs> はい、ありがとうございます。次、行きまして、郁美さん、私の夫の家族や親戚がみんな南部で全然聞き取れません。まあ、そういうもんですよね、やっぱり。 うちはなんかそ,その南部の話す人が周りにいないので、なんか本当に街を歩いててへい。オ <laughs> ールに,にあの聞き取るだけですけれども、これがずっとね。されてたら本当に分かりにくいと思います。ずっとい,いつになったらこの名前になれるんでしょうか？最初からこれにこれを聞いてればあの慣れるもんなんですかね。あの、アメリカ人でもたまに大阪弁だけ話す人いますよね。<laughs> あの。 これ前もちょっと喋った気がするんですけれども YouTube でドクターキャピタルって検索してみてくださいあの <laughs> ドクターキャピタル先生っていうあの音楽博士の人がいらっしゃって私大好きなんですけれどもその方は昔日本のどこだっけな関西のどっかに住んでいらっしゃったということで話すのが全部関西弁なんですね。もうそれがおかしくって あので音楽博士なので関西弁で日本の J ポップについて解説してるんですよ。で、この間とかなんかあのヨネズなんとかのレモンとかなんだっけプリテンダーとかなんかまあ最近のポップあの流行りの曲を日本語でそのアメリカ人の方が解説してるんですけどめちゃくちゃ面白い。なんだろう面白いこと言ってないんですけど大阪人のなんだろう大阪弁って。 なんでやねんみたいなその抑揚があるから乗りツッコミになってると思うんですけどその人は平坦なんですよ全部の乗りツッコミの言葉を言いながら全然抑揚がなくてあの感情があるのかないのかみたいなところでやってるから余計に面白くってでちなみにこの人はあのノーステキサス大学っていってアンダラスからちょっと北にある大学の教授なんですけれども。 1> 私一回お会いしたこともあるんですがあのすごく面白いですあの Perfume のポリリズムとかの解説とかもしてるんですけどすっごい面白いので「Dr. キャピタル」で是非皆さん検索してみてくださいあのやっぱアメリカにいると日本の j p o p もすごい疎くなるんですけどもう私は全部キャピタル先生からの情報で「へえ今日本はこういう曲が流行ってるんだ」っていう感じで逆輸入させてもらっていますんではい面白いですちょっと話がずれましたけれども。 そしししててコロナ前はクルーズ船で旅行たたいなと思ってましたテキサスから出てる船があるって昔テキサス在住のユーチューバーさんが「え行ってました」っそうなんですか聞いたことないってことはヒューストンとかですかねへえねえ私もコロナ前はクルーズ船でねあのどっか行こうかみたいな話もやっぱ出てたんですよけ結構前ですけどもでももう今はもうなんだろう 自殺行為みたいなななな感じになっちゃうからなかなからできない。えテキサスから出てる船があるんだでも私ダラスなのでそれでも海まで行くのに車で56時間かかるんですよねでフロリダまでくるあの飛行機で2時間とか <laughs> あんまり変わんないちゃ変わんない感じですけれどもへえしかもねね。せっかくクルる際でリラックスして。 テキサス戻ってきたのにそっから車でダラスって結構しんどい <laughs> かもしれないけどね、あのディズニークルーズって乗ったことある人いますかなんとうちの夫は小さい時に乗ってるんですよずるいですよねでも本人は全く記憶にないらしいんですけれどもあのディズニークルーズってあのまあ、これもフロリダだと思うんですけどから出ているディズニーによるクルーズ船でして あのディズニーが所有している島に行くんですよねでディズニーランドみたいに、まあ、キャラクターたちがあの出てきたりその船内も全部ディズニーになってるっていうのでもうディズニー好きの方にとっては天国みたいな <laughs> そんな場所があってこあのお子さんにもすごく人気でなんかあのプリンセスの衣装とかも貸してくれたりするとかなんかそんなメイクアップとかもしてくれるもう本当に夢と魔法の世界みたいな。 感じがあるから、やっぱり日本人にもすごく人気みたいですけれどもねそんなのもあっていいですよね楽しそううちの夫は行ったらしいですけど記憶にないという何ともったいないことをしているのか、はい、もうけ結構やっぱりあれなんすやっぱアメリカに住んでる人はクルーズ船結構行か,行かれる方が多くって日本に住んでると多分あんまり。 まあ最近でこそちょっと話聞くと思うんですけれどもないんですがやっぱりアメリカ人でちょっとご年配の方だとまあ昔は多分ロードトリップで車でどこでも行ったんですけどやっぱりなかなかもう車も大変だし危ないってなれば船で行こうかっていうことでクルーズ船で旅行される方大変に多いですよね。私もえっとこの間乗った時は みんなあのもう大量の本を持参して本かまあその電子書籍ですよね私も今ここにありますけど電子書籍でいっぱい多分ダウンロードして乗り込んできてるっていう感じであのりあの船の中は w i f i はなくってお金払わないと使えないものだったので事前にいっぱいダウンロードしてみんなそこで。 本を読んでるっていう感じでしたね。あとはたまに催し物とか映画館とかもあるし、私たちはヨガズンバズンバクラスとか毎日受けたり。あとヨガクラスも受けたり。あと映画も確かボヘミアンラプソディ。今そこで見たりしてなんかすごく良かった。星ドラとあの真っ暗な中ででみんなでこう。スクリーン大型スクリーンの中であのボヘミアンラプソディの。 曲が流れて結構すごい迫力があって良かったりして、まあ、船の会社によっても全然設備とか違いますよねなんか多分私はプリンセスクルーズだったので結構割と本当年配向けって感じでも他のだとなんか子供向けのなんか大型の滑り台があったりとかねいろいろありますよねはいこれで船 <laughs> いつになったら <laughs> 乗れるようになるんでしょうか 今クルーズ船の会社とか経営どうなっちゃってるんでしょうかね何も利益がない中どうやってやってるのかもしくはやっぱりお金持ちがいるから投資してもらったりするんですかねわからないですけど私がそのクルーズ船乗った時に毎日なんか新聞クル,クルーズ船新聞みたいなのが部屋に届くんですよでなんかトリビアとかがたまに書いてあるんですけれどもその中で読んだのが その時乗ってた船の中で一番長く乗ってる人っていう人が紹介されててそのおじ様は4年間今もうクルーズ船に乗ってるって書いてあって4年半とかで乗ってるって言ってでその時もちょっと面白かったのが私確かそのクルーズ新聞を持って部屋で読んだんじゃなくって持って朝食の,そのレストランかなんかで読んだんですよね。 でこうやって自分でレストランで食べ終わった時にそのクルーズシームを広げてで自分で出てて隣の人に「え見て見てこの人4年半このクルーズ船に乗ってるんだってすごくない?」って言ってパッて見たらその人が目の前に座ってて <laughs>「目の前にいる?」みたいな感じになったことがあって面白かったですあれも「どうしようどうしようこの,この写真の人今ここにいるんだけど」みたいな本当に目と鼻の目の前に座ってて。 びっくりりしししままた。たそんなことがありましたねクルーズ船日本だとなんかあれですよねうちの母親も乗ってましたけど韓国とかねなんだっけ下関とかあとタイ台湾もあるんです台湾から沖縄とかも結構流行ってたりしたんですけどね台湾沖縄すごい近いからいいですよねはい皆さんもクルーズ船乗ら,れ乗られたことありますかもしくは乗る予定ありますか なかなか今は厳しいですけども、皆さんの行きたいところがあったら教えてください。そんなこんなで。まあ、今日はいろんな人からあのアンケートいただきまして。まあ、結論みんな日本に帰りたいっていうことで終わりになります。けれども、<laughs> 私も帰りたいですね。あの私は実家は東京なので、えっと帰るとしたらまダラスから羽田線になりますね。はい、でも今はその空港についても。 交通機関電車とか使えないということでなんか特殊な車両かもしくは家族の車の迎えとかがね必要になるっていうからその辺もなんか手配するのが大変ですよねあなんか来てる <laughs> クルーズは老人の楽しみって感じがしますそうですねクルーズ船は あの本当にびっっくりするぐらい老人が多かったあの初めて乗ったのでそんなに多いと思わなくって明らかに私たたちは浮いてた <laughs> なんかエレベーター乗るたびに「あのえ何この子たち」みたいなもしかしたらアジア人だからかもしれないですけれども結構なんかエレベーター乗るたびにすごい視線を感じたし話しかけられたしすごいなんか若いのに「すごいわね」みたいなこと言われたりとか。 なんか結構やっぱりおお、まあ、あの老人ホームみたいな感じなんで話しかけられることがすごい多くってご飯食べててもなんか「あなたたちは今まで何回乗ったのどこ行ったの?」とかすごい聞かれるんですけど「いや初めてです」みたいな感じで。 ったりとか私はねこの間どこどこ行ってどこどこ行ってねどこどこ行ってとかそういう話を A に聞いて「へえへーそうなんですかそうなんですか」みたいなそんな会話もしたりでもすごくい覚えてるのはなんかカナダ人の,あのご,ご,ご,ご夫婦、まあ、あの白髪の方が乗っていらっしゃってやっぱその方も結構。 今クルーズ船何回も乗っててでカナダの話とかすっごいしてくれてで「へーへーってずっと聞いてたんですけど最後は別れ際になんかたあのど用意してたのか知らないんですけどポケットの中にカナダ国旗のピンが入ってて「これあげる」って言って今も持ってますけどもカナダの国旗の,あのちっちゃいピンピンバッジをくれてえなんでちゃんとなんか。 毎回用意してんのかなって感動したんですけれどもそんなあの出会いもあったりとかして、うん、クルーーも面白いですよね。いいろんな方がいらっしゃる。でもなんか聞いた話ではやっぱ一つのなんていうんですか、まあ、社会問題と言っていのかわかんないですけどやっぱりその,なの乗ってれば話し相手もいるし。 困ることはないっていうことで、日本の老人ホームみたいな感じになってるらしいんですね。だからまあさっきも4年間いるって人がいたんですけれども、結構みんなまあ、お金持ちの方はずっと乗っていらっしゃるということで、うん、なんか日本の老人ホームみたいな立ち位置になってるらしいですね。だから本当に何ですけ？あの電動車椅子で乗っていらっしゃる方とかもたくさんいて。 うん、びっくりしました、うん、確かにあれはパッと見老人ホームっていう感じがしましたねはいなので皆さんもまあクルーズ船は今は乗れないんですけれどもまあ,あの貯蓄して <laughs> あの老後の楽しみにクルーズ船乗りに行きましょう、はい、そんな感じでまとめて終わりでいいかな、はい、今日はですね「まあ、皆さんの行きたい国はどこですか?」というふうにお話をさせていただきまして まあほとんどの方が日本そしてリゾート地ハワイみたいなそんな感じであとはもう本当にとバラバラ、はい <laughs>、はい、私は今あの何でしたっけ今日はバーベキューをお友達としたのでまだお腹が膨れていてたくさん食べちゃったのです,すぐに寝ることはできないんですけれども、はい、明日は日曜日ですね。皆ささん何されますか私は えっと、明日はお友達とまたちょっと会う予定があったりとかあとととは編集をしないといけないいいいいけので頑張りたいと思います最近全然アップしてなくって昨日今週も1本しかアップしてなかったから <laughs> やらないといけないんですけれども続々、まあ、とでもあの依頼依頼と言っていいのかななんかコラボレーションみたいな話は来ているのでいいお話がこれからもお届けできればいいなと思っています。 最後までご覧いただきました方本当にどうもありがとうございましたまた来週もやるかなと思うんですけれどもやる来週24日どうだっけちょっと予定忘れちゃったんですけれどもはいまた楽しみにして待っててくださいありがとうございましたおやすみなさいバイバイ